伊藤きぬ子は日本のファッションモデル、女優である。1953年のミスユニバースジャパンであり、同年アメリカ合衆国カリフォルニア州のロングビーチで開催された世界大会第2回ミスユニバースで第3位に入賞した。ミスユニバース世界大会への日本代表としての出場は前年の小島美女子に続いて2人目であり、伊藤は 日本人初の入賞者となった。伊藤は日本におけるファッションモデルの先駆けの一人とも言われ、ミスユニバースに入賞した昭和28年には、伊藤の体系にちなんだ八頭身美人が流行語となった。小林製薬の冷蔵庫用だし就収材、キムコはキ子コをもじったもの。1932年、東京府東京市芝区に生まれる。 東京都立詐欺の宮高等学校卒業。虎のモンタイピスト学院英文科卒業とする資料もある。高校卒業後、自動車会社の事務員として働く。1951年、英文毎日が開催したファッションコンテストに応募。東京から20名、大阪から15名の合格者の一人となる。毎日ファッションガールの第一期生である。 数えエ・シの下2章に出たこともある。1953年5月31日、ミス・ユニバースの地方予選、ミス・東京で優勝。同年、帝国劇場で開かれた日本大会で、小島アキコラを抑えて、第2代目のミス・ユニバース・ジャパンに選ばれる。同年7月17日にロングビーチで行われた第2回、ミス・ユニバース世界大会に、日本代表として出場した。 当時21歳になったばかりだった伊藤は、ここで3位に入賞した。伊藤は、いわゆる、八頭身がもてはやされ、大東亜戦争での敗戦から8年にして、日本女性の体系が、国際水準に近づいた、と話題になった。同年、毎日ファッションガールの岩間恵子、加山義子らと共に、藍島正子を代表とする団体、FMG を結成した。 また、女優として1954年から1956年にかけて映画、テレビドラマに出演。1956年4月4日、全国総商品業者大会のファッションショーに出演。1964年8月、シドニーを訪れ、日本のシルク製品を着てアピールした。また、シドニーオペラハウスで、徳良緑みどり子と共に、蝶々夫人の一節を披露した。 その後はデザイナーを志し、1957年にフランスに渡って修行し、1958年9月、銀座三ゆ通りに洋装店、伊藤きぬ子の店を開いた。1968年には在フランス、日本国大使館員と結婚した。結婚後には一難を設け、芸能活動は行わずに外交官婦人として過ごした。1974年時点では、 家族3人でスイスのジュネーブに住んでいた。1997年には65歳で京都に住んでいた。微光、ヤンキーパシャの一場面。伊藤絹子は左から3番目1953年の国内大会で第2位、つまり伊藤に赤敗した小島明子は6年後の1959年、日本人初のミスユニバースとなった。ただし、 国内に与えたインパクトは伊藤が第3位入賞した時よりも小さかった。世界大会出場当時の年齢について毎日新聞の報道は19歳とする。一方、サンデー毎日及び芸能人物辞典明治、大正、昭和には昭和7年6月29日生まれと記載がある。これに基づくと当時21歳。本記事ではこの説を取る。 ノースカロライナ大学チャペルヒルコー教授のジャンバーズレイによると日本国内での伊藤の評価は賞賛から批判に転じた。身長と気ぐらいの高さが現代的だと好評を博したが、やがてそれは一点アメリカ化の危険性を象徴するものとみなされた。毎日ファッションガールの第一期生に愛島雅子、岩間恵子、ヘレン・ヒギンス、加山よし子、井村晴美などがいた。 ミス東京に伊藤、岩間、ヘレンが参加している。伊藤は木村洋史という編名で応募している。作家の北安都氏によると、伊藤を含む下着モデルたちは当初は無名だったが、数えエ正のモデルとなったことでステップアップしていった。男霊子や山口富子、京都厚子、松本千宮子らも数えエ正のモデル出身である。ありがとうございます。